に書かれたことが現実になるという事態を信じ始めていた。その物語は俺をますます暗い水底へと引きずり込んでいった。アリスはさらわれ、おそらくバリーは拘留され、俺は FBI に追われている。世界が闇の力に支配され、俺を滅ぼそうとしている。もしかしたら全ては狂気の兆しなのではないかと思えた。約束の正午にはまだ早かった。今は博物館になっている炭鉱に人影はなかった。外は危険だった。警察が俺を探しているはずだ。強い日差しに室内はサウナのようだった。待っている間、さまざまな筋書きが頭をよぎった。アリスを取り戻す自分、または考えたくもない恐ろしい結末。アリスの生死、それさえも定かではなかった。さあ、わらをもすがる思いだったが、全て無駄だった。奴は現れなかった。マイク、どこにいるんだ。計画変更だ。ミラー峠は分かるな。北に見えるでかい山だ。坑道を抜けたら道なりに展望台まで来い。待ってるぜ。おい、いい加減にしろよ。女房を助けたんじゃないのか。だったら口の利き方に気をつけるんだな。分かったか。アリスと話したい。ああ、原稿をよこせばな。待たせんなよ。おい、待て。ああ、殺してやる。指示に従うしかなかった。ついにここまでたどり着いた。
山へ向かうには建物を抜けなくてはならず、それにはまず高圧線を何とかしなくてはならなかった。